い、サニちゃんです。今回はシルバニアファミリーのボートセットを開封します。手漕ぎのボートとアクセサリーのセットということですね、はい、イギリス版のフレア社のものとなります。ボートセットは他にもですね、熊の女の子がついているものですとか、ボートがですねカヌーになってまして、でアライグマのお姉さんがついているものなんかがありますね。日本版にもボートセットはありましたけれども、そちらにはお人形がついてませんでした。こちらはですね、ブチウサギ、ね、白ウサギの、ま、ブチウサギ、うん、白いブチウサギかな、ね、パッケージの写真はですね、またすごく可愛いんです、ね、箱の、ね、こうやって側面にもこういうね可愛らしい感じの写真があります、ね、後ろも箱もこんな感じで、はい、こちら側もこんな感じですね。一周しました。では開封します。開封しました。いかがでしょう、ね、これは可愛いですよ、ね、すっごく可愛いです。なんかこのままねこう揺られに行きたいですよね。白ウサギでもあり、ブチウサギでもある白ウサギのブチウサギ。これまずね、ワンピースですね。このお洋服がすごくまず可愛いんですよ。肩のところとかね、こうストライプになっていて、この身頃がですね、こう渦巻きみたいなこう、ね、丸がいっぱい、ある。こうね、丸がいっぱいあるワンピースになるんですよ。なんかあれですよね。フィンランドとか北欧のファブリックみたいなこう、ね、マリメッコとか、なんかそういう、ね、なんか感じでおしゃれですよね。なんか以前 の、 あのシルバニアは結構こう花柄が多かったので、そういった中ですごく、ね、こう珍しいタイプの、ね、お洋服を着たうさぎさんかなと思います、はいね、ちょっとこうカメラね、カメラ持たせてみましたね。あとお帽子ですね。お帽子、ね、ついてたのでこうやって、ね、日よけでかぶってますよっていう。お耳とあの胸のとこですねがブチになってて、こうただ下はね、体自体はね真っ白、ね、白うさぎさんなんですよっていうことですね。はい、こんな感じですよ。可愛いです、はい、バスケット、ね、バスケットですよねこれね。こうね、うん、こんな感じでよくできてます。一周したこんな感じですね。で中はですね、こう開くんですよちゃんと。アイスキャンディー、キャンディーかな、キャンディーかアイスキャンディー、キャンディーキャンディーかアイスキャンディーか、キャンディーパラソルですね。これ見えますかね。ここからもちゃんとねこうあって、白地にこう縁がねピンクのね、こうなんかちょっとフリフリというかレースみたいになっててね、すごく女の子らしい、ね、日傘というかパラソルですね。膝掛けなのか床に引くのかなんかちょっとわからないですけど、膝掛けみたいなやつです、はい、ボートのオールですね。これでなんかね船を漕ぐ感じね、本当にあの本物みたいなんですよね。なんかねこれね本当に形そのままですよね。ボートです。可愛いしか本当出てこなくて、私の語彙力が本当にね、語彙力がねない私にはね、可愛いしか出てこない。なんだろう、でも本当リアルですよね。ここに一つ段があって、座ったりできて、ここにもね座ったりできて、この板の目とかもねこう入っていて、うん、可愛いですよ。ここがね水色、私の持ってるのは水色ですけれども、あの先ほどお話ししたねクマさんのこのうさぎさんじゃなくて、クマさんがついてるタイプのものは確かここが赤いんですよね。縁が赤いものになってたかなと思います。あとこちら紙類ですね。これ切り取ってあの折りたたんで本にするみたいですね。これついてました。はい、ということで今回はシルバニアファミリーのボートセットを開封しました。ね、いかがでしたでしょうか、ボートセット。ね、これ私としてはですね、日傘がね、日傘があったりするところがね、すごく女心らしくって、可愛いなって思いましたね。はい、ということで、
こんな感じでゆるーく開封動画やってますので、よかったら他の動画も見てください。そしてチャンネル登録もぜひお願いします。それでは今日も見てくれてありがとうございました。サニちゃんでした。バイバーイ。